グッデイとのコラボレーション企画、毎日のちょっとしたお悩みを解決する暮らしアップデート計画。今回のテーマは年末の大掃除が楽になる、使ってほしいお掃除おすすめアイテム。教えてくださるのはグッデイの大久保さん。グッデイならできる。グッデイがリノベーションした名島団地を舞台にお掃除グッズ実践してみます。まずは使いやすいものだったり、しっかり汚れを取れるものはもちろんなんですけど、かゆいところに手が届く商品たくさん揃えております。まずご紹介したいのがクイックルワイパーの新商品です。クイックルワイパーよく使うんですが、これシートを4箇所の穴に押し込んで固定するやつですよね。どこが変わったんでしょう？これが実はマグネットになっていて、これ磁石でシートを挟み込むんですね。装着もワンタッチでできるから便利。そしてシートもずれないからストレスもたまりません。しかも小回りが利くヘッドが床に超密着してくれるので、汚れも取りやすくなっています。このシートの下の部分がシリコンになっていて、で汚れを吸着しやすい溝がついているので、いっぱい汚れ取ります。もしこれを短くしたい場合は、間抜いていただいたら短くなります。これ普段使いでも大活躍しそうなアイテムですね。これも新商品なんですけど、空間を消臭できる機能がついたシートなので、なんで焼肉した後とか使っちゃえば。続いてはお掃除に欠かせないスポンジ。その名も毎日取り替えスポンジ。これベーシックな泡立ちタイプと重曹タイプ、そしてクエン酸の3種類が30個入った使い捨てのスポンジ。その実力は、これがクエン酸が入ってて水垢汚れなので、シンクの周りだったりとかに使っていただくといいタイプなんですけど、サビもちょっと来ちゃってるんで、これはちょっとあれなんですけど、水垢は多分いけるんじゃないかな。果たして水垢は落ちるのかって、マジですか。あっという間にピッカピカ。あとは乾いた布で拭き取ればどうでしょう。完璧。これの一番のメリットは気軽さ。もう汚いとこまでもう使い切って、触りたくないところ一番触って捨てる。これは毎日使いたい。続いてはのびのび汚れごっそり隙間職人です。これ用途に合わせて34センチから110センチまで伸縮可能。手が届かない冷蔵庫や洗濯機の隙間など汚れをごっそりかき出せます。さらに考え抜かれたおよそ40度という絶妙な角度で腰を曲げることなく楽に掃き掃除ができるんです。続いてはこちらのハンディ吸水スポンジです。このサイズで窓のお掃除だったり、あとはお風呂場の結露を全部拭き上げてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、そしたらこれで、小さいのにスポンジと水切りの両方として使えますね。これのすごいのはここからなんです。冬の水回りのお掃除が楽になるハンディ吸水スポンジの特徴とは。これが触らずに、全然これ力はいらないんですけど、これ手を汚さずにワンタッチで水を絞れる優れもの。全然このまま見せてても大丈夫な感じです。続いてはこちらの綺麗な水でウォッシュモップっていう商品なんですけど、モップとバケツのセット。だいたいよくあるモップっていうのはこう毛の長い太いのがいっぱい出てると思うんですけど、平たい吸着する素材とその先にブラシが混じってるような素材になってる。しかも形が四角だから前後ろがないからモップでもかけやすいですね。あとは立つんですよね。すごい、自立できるモップ、これは便利。
だからちょっと掃除して置いて立つんですよね。しかもモップはマジックテープで取り外して洗えるのでいつでも清潔って、こういつもすごいんですけど、一緒についてるこれです。これ私の今推しのショットです。このバケツは汚水分離石鹸タンクという特殊なバケツ。まず使い終わった汚れたモップをこのバケツにセットします。これを上下に遠心分離でモップの先についた汚れをかき取って、だいたいこう雑巾とかこうバケツで洗うときって綺麗なお水で洗えられるのってだいたい最初だけ。バケツの中は綺麗な水と汚れた水で分かれています。これはずっと綺麗なお水で洗えるんです。一番触りたくないところは何も触らなくていいです、うん、このバケツ内のブラシ部分から綺麗な水が出てモップを洗浄。汚水タンクに落ちる仕組みなので、常に浄水タンクの綺麗な水で洗ってお掃除できるんです。実はここにここの蓋を取っていただくと流すことができます。実際に触ってみて驚くような商品も多いので、楽しんでお掃除していただけると思います。今のうちからお掃除するだけで年末だいぶ楽になります。よし、今年は大掃除、楽しく頑張れそう。